日本の通常動力型潜水艦は世界最強とも呼ばれているそうだね。世界に誇れる日本の技術があることは喜ばしいことだな。気になるのは具体的にどんなところがすごいのか、というところだぜ。そうだね。今回は最新鋭潜水艦である桜竜、桃竜について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2020年3月5日、神戸市の三菱工業神戸工場で、海自の最新鋭潜水艦桜竜の引き渡し式が行われたよ。この桜竜は、双竜型潜水艦の11番艦で、母港は広島の呉基地となっていて、日本の広大な領海を防衛する新戦力として実戦配備の日を迎えたというわけだね。呉といえば海軍基地として有名で、大ヒットしたアニメこの世界の片隅にではあの大和の勇士が呉港に浮かぶシーンもあったよな。余談だが、太平洋戦争末期、アメリカは原爆を呉に落としたかったそうだが、天候の問題で広島に落としたらしく、軍港である呉を狙ったというのは当然とも思えるぜ。さて、その桜竜のデータを紹介するんだけど、基準排水量2950トン、水中排水量4200トン、全長84メートル、幅 9.1 メートルとされ、通常動力型潜水艦としては世界でも有数の大型と言われるほどの仕様になっているんだ。双竜型潜水艦は10番艦まではディーゼル、スターリングの両エンジンと鉛製の蓄電池を併用した推進方式を採用していたんだけど、11番艦桜竜はディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池方式を採用したため、かなり大きく変更したということになるよね。ここで気になるのが桜竜の速力だが、公表された値は水上で13ノット、水中で20ノットだから、エンジン機関を大きく変えたのにもかかわらず、先輩である10番艦までの艦と大した違いがないことに気がついた方も多いだろうな。ここで再確認したいんだが、そもそも現在の潜水艦という兵器の位置づけが、最重要軍事機密に該当することは言うまでもないよな。となると、その重要な兵器の性能を簡単に推測されてしまうような正確な数値を公表するわけはなく、わざと従来艦と違いのない値を公表していると考えるべきではないだろうか。また最新鋭艦桜竜だけでなく、従来の双竜型についても連続潜航可能時間や、最大潜航可能深度など、潜水艦の性能に関する重要な情報は極秘事項として一切開示されておらず、まさに厳重機密扱いということがわかると思うぜ。潜水艦のデータを隠しているのは日本だけではなく、世界的にも同じ傾向だね。だから桜竜の公表値水中速力は20ノットだけど、これは実際の可能速度とは全然違うのではないかと推測する人も大勢いるみたい。まあ、当然といえば当然だよな。データ取得の理由は、水中速度と連続潜航可能時間が明らかになれば、当該潜水艦の行動可能範囲が他国に把握されてしまう危険性があるからだぜ。人の目に触れず、隠密行動を行う潜水艦にとって活動範囲は絶対に敵に知られてはならない情報であり、特に通常動力型潜水艦においては、絶対に秘密にしておくべき情報と言えるだろうな。実は原子力推進型潜水艦だと、機関部分だけを考えれば理論上、ほぼ無限に連続航行できるということがはっきりしているよ。また原子力を利用した機関は強力だから、水中速力も30ノットは出るだろうというのが一般的な知識だね。だから、原潜は通常型とは逆に隠す必要がなく、むしろ、隠してもバレバレといった方が正しいわけだ。現実的には原潜であっても、それを動かす人間潜水艦乗組員は艦内で生活しているわけだから、彼らのための食料など物資の補給は必要だぜ。狭い艦内に缶詰状態に置かれることに耐えていく人間のメンタリティの課題など様々あるだろうしね。つまり原潜自体はストップしなくても、中にいる人間にとっては原潜での長期にわたる生活は困難が伴うものってわけ。話を桜竜に戻すんだけど、鉛蓄電池と比べると出力が大きいリチウムイオン電池を採用しているから、10番艦までの従来艦と同じ水中速力とは思えないんだ。瞬間的なパワーは原子力推進型に引けを取らないのではないかと思われるよ。
原子力推進型潜水艦には確かに長所が多く、それを考えると、アメリカやイギリスなどのように、保有している潜水艦が全て源泉である国々が軍事力で優位に立てることは明らかだね。建造費、管理、維持経費、廃棄処分までの手間や予算を考えなければ、原子力推進型は一番パワーがあり、これに勝てる機関は今現在では存在しないとも思われるから、無敵と言っても過言じゃないよ。例えがちょっと飛躍するが、原子力推進型というのは簡単に言うと、人気アニメ新世紀エヴァンゲリオンに登場した S2 機関イコール人類の敵とされる人が体内に持っている永久機関のようなものと思われるぜ。つまり、無限に近いエネルギーを発生させることができる仕組みと考えてよいな。永久機関は昔から作りたいとか、作られたが壊されたなど色々と言われてきたけど、はっきり発明されてはいないみたいで、昨今はこの言葉もあまり見なくなったんだけど、人類は永遠はないと考え、永久機関を考えることを止めたのかもしれないね。原子力推進型、通常動力型であるかに関係なく潜水艦の性能のポイントとなるのは最大潜航深度で、どれほど深く潜れるかによって敵の各種ソナーの捕捉から逃れられる可能性が高くなるんだ。言うまでもなく、膨大な海中全域を一度に索敵することは非常に困難で、潜航深度に対応したソナー等の使用しかできないことを逆手にとって、自分の位置を敵に知られることなく、敵艦だけを一方的に攻撃できることを意味しているよ。要するに敵のソナーより深く潜れば有利で、つまり、敵より深い位置にいれば、下から敵を攻撃できるというわけだな。実際に攻撃しなくても、自分たちのレーダーで捕捉できない潜水艦が同じ海中に潜んでいるかもしれないと思えば、自分たちに危険が迫るわけだから、水上艦艇の行動はかなり制限されるはずで、敵の捜索行動を牽制する力があるのは言うまでもないぜ。OU は船体に使われている素材の強度から約600メートル以上の深度まで潜航可能ではないかとも見られていて、それが事実ならば、中国海軍潜水艦の深度が約300メートルだから、かなり優位とも言えるよね。しかし、舞台となるのは水深の深い太平洋ではなく、水深が浅い東シナ海や南シナ海で、ここを中国海軍との対潜水艦船の主戦場と仮定した場合、OU ではオーバースペックではないかという指摘も聞こえてくるみたい。簡単に言うと、ここに OU を出すのはもったいないということだろうな。獅子はウサギを倒すにも全力を出すという言葉もあるが、強力な兵器を惜しんで自説を逃しては元も子もないと思えるぜ。潜水艦のキーポイントである潜航深度以外にも、日本の潜水艦が高いレベルにあると考えられている理由がもう一つあり、それが静粛性だね。視界が悪い深い海中では、潜水艦の動きは音で判断するしかなく、となると、なるべくエンジン音や生活音などが少ない方が当然有利ってわけ。OU は、原子力推進型より構造的に優れている部分を極限まで突き詰めていった結果、驚くほどの秘匿性を持った潜水艦になったみたい。OU の静粛性については、中国潜水艦浮上事件が証拠になるかもしれないな。2018年1月、日本の領土である尖閣諸島沖に中国海軍潜水艦が突然浮上するということがあり、海中に隠れて行動するはずの潜水艦がなぜ浮上したのか、大騒ぎになったが、真相は空自、海自が執拗に追跡したことにより、OU から逃げられないと判断して、仕方なく浮上したと推測されているぜ。要するに、追跡されるまで気がつかなかったということだから、OU の静粛性の凄さの証明ということだろうね。中国海軍の源泉には、数多くの騒音トラブルが発生しているらしいから、秘匿性に関して、OU は世界最高水準の潜水艦と言っても間違いはないと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。